日本の店はもう行かない。韓国から追い出すんだ。韓国人は日本の店に行くな。それならうちはもう韓国から撤退します。あれ、どうしよう。ちょっと待って。皆さんは不買運動という言葉を知っていますか？不買運動とは、ある一定の企業や国の製品を買わないことで、その企業や国に対してノーを突きつけることを目的とした運動です。最近で言えば、2019年に安倍政権が韓国への輸出管理を厳格化したことで、ノージャパン運動として、韓国国内で日本製品の不買運動が始まりました。こうした運動が起こると、対象企業にとっては大きなダメージとなり、結果としてその地域からの撤退が余儀なくされることになりかねません。今回はそんな不買運動に参加した韓国人男性のエピソードをご紹介します。彼は自分が参加した不買運動の結果、とんでもないことになってしまったんだとか。一体彼に何が起きたのでしょうか？日本企業が韓国からいなくなる？韓国で起きた不買運動の代償とは？俺の名前はミニョク、韓国人さ。俺は大学で経済学を学んでいるよ。俺の大学はホンデ地区というところにあるんだけど、ここがなかなかおしゃれな街でね、たくさんの店や遊ぶところがあって、俺は毎日友達と楽しい時間を過ごしているよ。そんなある日、友達のウヨンが言ったんだ。ミニョク、おいしい店を見つけたから今度一緒に行こうよってね。彼が紹介してくれる店はいつも当たりなんだ。だから俺はすぐに予定を合わせてその店に行くことにしたよ。俺が紹介したい店はここさ。数日後、俺とウヨンは一軒のお店の前に集合した。そこはなんと日本料理の店だったんだ。その名もうまい京都。ジブリ映画に出てきそうな趣のある外観に俺の胸は高鳴ったね。そもそも俺はこれまで日本料理を食べたことがなかったから、どんな料理が出てくるんだろうという興味もあった。素敵な店だね。俺、日本料理って食べたことがなかったんだよ。ありがとうウヨン、すごく楽しみだ。こうして俺たちは店内へと入っていった。いらっしゃいませ。店内に入ると日本語でそう声をかけられたから驚いたよ。そわそわしている俺をよそに、ウヨンは慣れた様子で席に座ってからメニューを広げた。ミニョク、何を食べる？日本食が初めてなら、俺のおすすめはやっぱり天ぷらかな。ここの天ぷらはすごく美味しいんだ。天ぷらか。天ぷらといえば日本料理の代表であることくらいは無知な俺でも知っていたよ。そうする、天ぷらを頼むよ。待つこと15分、ついに料理が運ばれてきた。うわ、すっごく美味しそう。思わずそうつぶやいてしまうほどに、とても美味しそうな料理が運ばれてきて、俺のテンションはどんどん上がっていった。天ぷらはとても綺麗に盛り付けられていて、見た目でも楽しむことができたよ。日本料理は見た目も大事にしているんだってさ、すごいよな。ってウヨンが教えてくれた。日本人って繊細なイメージがあるんだけど、こういうところにも国民性が出ているのかなって思ったよ。肝心の味ももちろん最高。サクサクで美味しかったよ。俺にとって初めての日本食だったけど、本当に素晴らしかったね。天ぷらも美味しかったけど、俺が特に気に入ったのが茶碗蒸し。最初はただの卵を蒸したものなのかって思ったんだけど、口に入れてみるとあっさりながらすごく奥深い風味がしたんだ。この茶碗蒸しっていう料理、とても美味しいね。なんだかとても風味がいいんだけど、これはどうしてなんだろう。そう不思議がる俺に、日本料理は出汁が効いているから美味しいんだ。昆布や煮干しやカツオなど、日本では様々な食材から出汁を取って調理するらしいよ。味に奥深さがあるのは日本食くらいじゃない？とウヨンが教えてくれた。なるほど、出汁か。確かにこの奥深さは他にないよ。これが日本料理なのか。俺はただただ感動していた。本当にどうしてこれまで日本料理を食べてこなかったんだろうって後悔したよ。この店を経営しているのは日本人の夫婦だった。とても気さくな人たちで、初めて店に来た俺に対してもいろいろな話をしてくれたよ。この店ができたのは5年ほど前らしい。2人は韓国が好きで、いつか移住したいと思っていたところ、知り合いにここで店をやってみないかと誘われたのが始まりだったんだそうだ。でもここまで来るのがなかなか大変でね、たくさん苦労してきたよ。ご主人の内藤さんはそう言っていた。日本のことをよく思わない韓国の人はたくさんいるから、この店ができた当初は嫌がらせを受けたり、直接嫌なことを言われたりしたこともあったね。昔を思い出しながら苦笑いする彼を見て、俺は胸が痛くなったよ。半日ですか？俺は半日ではないですが、
同じ韓国人としてすごく申し訳ない気分だ。反日というのは日本のことをよく思わない人たちのことだよ。韓国と日本はその昔主従関係に近い状態にあったから、その名残で未だに反日を訴える人がいるんだ。あなたが謝る必要はないよ。それに今こうして常連としてたくさんの韓国人の方に来てもらって、この店を愛してもらっているからね。もう何も問題ないよ。内藤さんはそう言って笑った。たくさん苦労しただろうに、こうして明るく話してくれるなんてなかなかできないことだと思う。俺は日本や日本人のことをよく知らなかったけど、彼らが素晴らしい人だっていうのはこの短時間ですぐに分かったよ。どうだったミニョク、なかなかいい店だっただろう。店を出てウヨンがそう言った。俺はすぐにうなずいたよ。うん、素晴らしい店だったよ。味はもちろん店員さんも素晴らしかったしね。俺もみんなにこの店を紹介するよ。それから俺はうまい京都に何度か通った。彼女とのデートで行ったり、友達と行ったり、たくさんの人にこの店を紹介したけど、みんな気に入ってくれたよ。どうしてこんないい店今まで知らなかったんだろうってみんなが口々に言っていた。まるで最初にウヨンと行った時の俺みたいにね。内藤さんともどんどん仲良くなって、俺はうまい京都でとても楽しいひとときを過ごしていたんだ。それから数年後、俺は大学を卒業して社会人になった。みんなやっていることだし、仕事をするなんてどうってことないなんて思っていたけど、実際社会人になってみて初めて社会の厳しさを実感したよ。新しいことをどんどん覚えないといけないし、ミスは許されないし、多少体調が悪くったって会社に行かないといけない。学生時代どれだけ甘えた環境で過ごしていたかを痛感したね。社会人になったら経済的にも自立しないといけないから、節約も考えなければならない。だからお昼は決まってお弁当を持参していたし、もしお弁当を作れない日は近くのお弁当屋で安いお弁当を買って食べる日々が続いた。だから学生時代あんなに通っていたうまい京都へもすっかり足が遠のいてしまったんだ。ある日、大学卒業以来会っていなかったウヨンから連絡が来た。久しぶりに会おうよ。みんなを誘ってさ、場所はもちろんうまい京都にしようってね。しばらく仕事にばかり追われていて、プライベートがちっとも充実していなかった俺は二つ返事でこの誘いに乗ったよ。学生時代の友達に会えるし、うまい京都の味も久しく味わっていなかったからすごく楽しみだった。俺はしばらくこの楽しみのおかげで仕事を頑張れるなんて思ったくらいだよ。数日後、俺たちは駅で待ち合わせてうまい京都へと向かった。でも歩いていくと懐かしい通りが前とは違った雰囲気であることに気づいた。この辺りは日本企業のチェーン店やクレープ店があったりしたんだけど、それらが軒並みなくなっていたのさ。あれ、ここってこんな風だったか。ウヨンがそう言った。他のみんなも異変に気づいているらしい。おかしいよ、ここら辺はたくさん店があったのに日本のお店が全然ない。うまい京都はちゃんとあるんだろうか。大学を卒業してからこの辺りは全然近寄っていなかったから、こんなに変わっているなんて気づかなかったよって口々に言っていたね。嫌な予感を抱きながら、俺たちはうまい京都があった場所までたどり着いた。そしてその予感通り、いつもの場所に店はなかったんだ。嘘、うまい京都なくなっちゃったの。俺の隣を歩いていたリサがそう言った。どうやら俺たちの思い出の店はなくなってしまったようだ。俺たちが呆然とその場に立ち尽くしていたその時、聞き慣れた声が俺の名前を呼んだんだ。もしかしてウヨン君とミニョク君。振り向くとそこには内藤さん夫妻が立っていた。内藤さん、久しぶりの再会に俺たちは歓喜の声を上げた。そしてすぐに聞いたんだ。内藤さん、お店は。俺たちがそう聞くと、内藤さんは気まずそうに口を開いた。店はね、少し前に畳んだんだよ。やっぱりそうなのか。俺はショックを受けたよ。あの名店がなくなっているなんて。でも私たちが通っていた頃はとても繁盛していたのに、どうして。リサが言った。でも内藤さんの顔を見て俺はピンときたんだ。もしかして不買運動のせいですか。俺の問いに内藤さんはうなずいた。不買運動、確かに最近すごく盛んに行われている印象だもんな。内藤さんのお店が打撃を受けても不思議じゃない。ウヨンが言った。不買運動っていうのはここ数年で急速に広まった反日運動の中の一つで、日本製品を買わないことで日本に反発するという活動のことを言うんだ。実は
この不買運動は俺の周りでも行われていた。俺の会社の上司が反日家で、備品に日本製品を選ばないとか、外に会食に行く際に日本料理店は使わないとか、俺自身は反日家ではないけど新入社員なこともあって、その上司に逆らうことができなかった。できなかったというよりもするつもりもなかったという方が正しいのかもしれない。俺だけじゃない、俺の周りの社員たちもみんな軒並みその上司に倣って不買運動に参加していたんだ。きっと中には俺みたいに不買運動に参加したいわけじゃないけど、不買運動に参加する羽目になってしまったって思っている人も多いんだろう。近年の不買運動の様子は SNS で爆発的に拡散されていて、韓国人なら嫌応なしに参加しなければならないという雰囲気になっていたからさ。俺自身、自分は反日ではないとしつつも、周りに何か言われてしまうくらいなら不買運動くらい参加しても構わないという気持ちでいたんだ。悪気もなかったよ。でもこうした不買運動が広まった結果、俺はお気に入りの店を失うことになってしまったってわけだ。俺の会社の中でも日本製品の不買運動は行われていて、俺も特に何も考えずにその活動に参加していたよ。俺みたいな人のせいで不買運動は韓国中でどんどん広がっていて、その結果内藤さんたちにとても迷惑をかけてしまっていたんだね。内藤さんの料理が大好きで、あの店は本当にお気に入りの店だったのに、こんなことになるくらいなら不買運動に参加しなければよかったよ。考えが足りていなかった。本当に後悔しているし申し訳ない。俺がそう言うと内藤さんは笑顔を見せてくれた。ミニョク君のせいじゃないから気にしないで、君は本当に優しいね。でも今回の不買運動は本当にすごかった。みんな SNS で不買運動を推奨していたから、若い人もとんと店に来てくれなくなったんだ。君みたいに来たいと思ってくれていても行きにくいと思っていた人もいたと思う。本当はそんな人たちのためにもう少し頑張ろうとも思ったけど、もう私たちも年だし、これ以上頑張るのは無理かなと思って店を畳んだんだよ。こちらこそ力及ばず申し訳ない。そうだったんですね。俺たちはしばらく何も言えなくなってしまった。俺たち韓国人のせいであんなにいい店がなくなってしまったなんて。実は俺も会社の同僚につられて日本製品の不買運動に参加していたんだ。ウヨンが言った。俺は日本に何の恨みもないし参加したいわけじゃなかったけど仕方なかったんだ。でもこんなことになるなんて思っていなかったし、こんなことになるならみんなを止めればよかったな。うまい京都だけじゃなくて、このままだと日本の素晴らしい企業や店が韓国からなくなってしまうよ。彼も自分の行いに後悔しているようだった。でもきっと今の不買運動の実態はそんなものなのかもしれないって思ったんだ。みんながみんな本当に不買運動をしたくてやっているのではないかもしれない。でも理由はどうあれ、俺たち韓国人の行動によって日本が韓国から去っていってしまうことに俺は恐怖を覚えた。後日俺は改めて不買運動を推奨するような SNS の投稿を見てみることにした。思っていたよりたくさんの投稿に驚いたよ。中には日本のチェーン店に入ろうとする人を妨害しようとしたり、店から出てきた人を無断撮影して嫌がらせをしようとしたりといった過激な行動をする人たちもいたよ。結局うまい京都同様、それらの店は数ヶ月後に撤退していたようだ。それに対しても、日本を追い出してやったぜ、邪魔見ろなんて言っている人がいたよ。呆れてしまうね。そんな投稿を見ているうちに俺は悲しくなったよ。いくら日本が嫌いだからってやっていいことと悪いことがあるはずだ。きっと日本の企業は韓国にある数店舗を撤退させたところで痛くも痒くもないだろう。日本を攻撃するためにしている行為が日本への攻撃にはならずに、ただただ韓国の評価を下げているだけの行為になってしまっているんじゃないかって思うよ。ふと周りを見渡してみると、俺の周りには日本製品がとても多いことに気づいた。テレビや冷蔵庫からノートや鉛筆に至るまで日本製品は韓国の中にたくさんあるんだ。日本の製品は質がいいから使いやすいしね。でもこんなことを続けていたらこれらの製品までも韓国から消えてしまう。俺は韓国の将来が心配で仕方ないよ。不買運動過激派はそうなってから初めて、こんなはずじゃなかったって思うのかな。そうなってからでは遅いけどね。俺はこれから周りの人に合わせるのはほどほどにして、不買運動にはしっかりノーを突きつけていこうと思う。だって俺はやっぱりうまい京都や日本製品が好きだからね。
いつかみんなもそのことに気づいてくれるといいなって心の底から思っているよ。ミニョクさんは韓国で巻き起こった不買運動のおかげで大変なことになってしまったのですね。今回のミニョクさんの投稿には海外からもたくさんの声が寄せられていましたのでご紹介します。韓国人の反日運動にはそろそろ嫌気がさしてきたよ。日本の世話になっている部分もあるくせに日本を嫌うなんて一体何を考えているんだろう。不買運動なんかで解決できるものは何もないでしょ。もし本当に訴えたいことがあるならもっと他の方法でするべき。少なくともこんなことを続けていても誰も幸せにならないわ。日本人だって韓国に思うところはあると思うけど、日本人が韓国人に対して嫌な態度をとっているところを見たことがないよ。器の違いってやつかな。ミニョクはいっそのこと日本に移住したらいいんじゃない。美味しい日本料理が毎日食べられるし最高だと思うわ。今回ミニョクさんが話していた通り、日本の企業は韓国にたくさんの店舗や支店を持っています。しかし日本が韓国にもたらしているものはそれだけではありません。日本が誇るアニメやゲームといったカルチャーも韓国で大人気なんです。日本独自のこうした文化が今後も海外で発展していくためには、この反日問題を解決しておく必要があるのかもしれません。一日でも早く韓国と日本が良好な関係を築いていけるようになるといいですね。